なんと高円寺に来てます。高円寺です。イエーイ。あんまり高円寺来ることないんですけど。ですよね。私も2年ぶりとかあの買い物するからね、 Vlog を回そうと思います。イエーイ。久々ですよね。ね、会うの久々。嬉しい。嬉しい。どこに何がちょっとわかんない、どこにあるかわかんないんですけど、ちょっと目的の道を教えてください、みんな。時間あるだろう、教えてくれる。ま、違う、地図が、ね、調べて、ね、タンポポハウス、タンポポハウスにまず行きたくて、うん、ね、タンポポ、どこだ、高田のババ違う、これあ、高円寺です。え、どこだ、え、どこですか。え、なんかさ、本当に高円寺、うん、あ、めっちゃ近い、そこら辺。え、めっちゃ近いんだよ。どれどれ、え、こっちっぽくない、違う、こっち、駅がこうだから、あ、そっち、あれ、こっち、え、どこ、あっちじゃない、あっちか、行ってみます。最近何してた？最近は、可愛かった、マサオカツバサさんと。あ、本当ですか、うん、そう、U プラスの活動とかもやってたり、あとはアクセサリー作ったり、あとインスタがダサくて、それをなんか直すためにめっちゃいろいろ加工とかいじったりしてた。あ、でもマロもインスタのね、系統を変えたい。ですよね、うん、変えたくなる。え、でもマロの結構好きですよ。あれ好き、マロの食べログ。え、フル、やってないよ、もうそうだ、でもチャブちゃんもね、そう、合ってるのかな、なー、何あれ、横になんか変なやついる。ほんとだ、何あれ、誰誰、マロっぽい、マロのクリーム色。違ってました、違えてました。なので、あっちに歩きます。戻ってる。お昼ご飯食べました？食べてない。食べた？食べてない。あ、じゃあなんか食べよう。食べましょう。じゃあ向かっていきたいと思いまーす。すいません、軽っ、マジで軽い、はい、かわいいの見つけました。見つけました。パンくんです。パンくん、かわいい。安い。え、550円だよ。買う、買いまし、買いまし。これをまず、あの1個目の目的地に着く前にこれかわいい、これ、かわいい。なんかパンダめっちゃあるけど、ここってなんで、うん、パンダに名前つけるとしたら、え、あたしかわいい。え、マロおそろコーデします。え、しよう。え、これ普通に買いたい。アクセサリーとか入れたらかわいそう。かわいいですね、勝手に入れるやつ。すいません、あの、はい、めっちゃ好きなんですけど、はい、いつも食べてます。あ、そうなんですよね、ねばねばねばってオカメなっとちゃうわあ、頑張ってください。頑張ります。ありました。はい、タンポポハウスを出まして、ちょっとさっきと服変わってますよね。服は変わってるんだけど、それの全貌は中西ハウスで、はい、中西ハウスで見ていただいて、服は変わってますが気にせず、ちょっとじゃあ今から普通にお買い物、買い物を楽しみ、古着屋さん巡りとかランチとかですね。お腹すいた。何食べたい。なんだろうな、なんだろうな、なんだろうな。え、なんか送ってくれたところ可愛かったけど。可愛いですよね。どこにあるの？熊がいっぱい。多分後ろです。え、そう。行ってみる？行ってみます。行ってみます。方向チェンジ。え、多分ですよ。待って、来る。あの、熊いっぱいいるとこですよ、ね、うん。なんか電波悪くて最近会ってきた。ここだ、オールシーズカフェ。オールシーズだから持ってで、オール、うざ、え、かわいい、安い、おさらいできる、かわいい。
ス、これなんですか？スクエアケーキ。スクエアケーキってなんだ？スクエア、あ、形か、スクエアか、ハートか。あ、かわいい、これかわいい、おいしそう、いい感じです。食べましょう。いただきます。はい、ご飯を食べた。美味しかったですね。遅めだよね、もう。でも4時、もう4時、遅めランチなので。あれ、こっちで合ってるかな。古着屋さん巡り合ってますか。え、合ってそう。え、何ある、ゴキブリ。こっちじゃん。本当です。うん、多分古着屋さん巡りしたいと思います。しましょう。イエーイイエーイ。普段、うん、結構お買い物行きますか。最近でも行ってないかも。え、かなも、え、てかあれです、あのかな、昔ちっちゃい頃じゃないけど東京来てすぐの時、うん、マロにいっぱいいろんなとこ連れてってもらって道を覚えました。よかった、それは。本当に。あ、あった、駅あった、駅あった。お買い物、でもお買い物といえばマロだな。嘘、でもなんか最近全然会ってくれないんですよ。だってコロナだもん。最近さ、なんかいいなって思う、うん、好きなブランドがあんまりないから。え、私もない。だからこそ古着がいい。この間めっちゃ恥ずかったのが、電車乗ってた時に真ん前の人が全く同じワンピースで。うん。どこの。どこだっけな、スナイデルか。あ、スナイデルね。え、でも可愛い、スナイデル。マジだったかも。で、それでなんかちょっと恥ずいじゃないですか、うん、だから古着いいな。確かに古着はね、めったに被らない。そうそうそう。楽しみ楽しみ、行ってみます。